つもご視聴ありがとうございます。さくらろんチャンネルです。本日は4月の17日、この木は貝塚いぶきです。かなりツンツン伸びています。このようにツンツン伸びています。今日はこの小さな貝塚いぶきの剪定を行います。剪定方法は、ツンツン伸びた、徒長枝的なものを切り戻して、整えていきます。よろしくお願いします。はい、それでは剪定を始めます。上から天端部から整えていきます。やり方としては、このツンツン伸びた徒長枝的なものを、この葉があるところで途中切りで切っています。はい、葉があるところで途中切りで切っていきます。はい、このように途中切りで、葉があるところで途中切りで切ります。葉があるところを途中切りで切っていきます。はい、どんどん切っていきます。はい、こんな感じでまとめていきます。はい、次はここです。葉があるところで途中切りで切りましょう。はい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 、こんな感じかな。はい、途中切りでどんどん切っていきましょう。頭を、この面を揃えて、この面を揃えて途中切りで切っていきましょう。はい、このようにどんどん切っていきます。必ず葉があるところ、葉があるところで切りましょう。はい、途中切りでよろしいでしょう。はい、どんどん切っていきます。はい、こんな感じに丸く切ってきます。これぐらいでいいでしょう。切り口が見えないように、見えにくいように切るコツとしては、下の葉を残して、要は下側の葉を残して、こう斜めに切ります。下の葉、ここに下の葉にあるでしょう。この葉を、下の葉を残して、こう斜めに切ります。そうすると下から見えにくく、切り口が見えにくくなります。次ここをいきましょうか。下の葉を残して、こう斜めに切ってきます。そうすると下から見た場合、
切り口がほら目立たなくなります。この中で切ります。この中で、この中で切ります。元で切ってもいいのですが、あまりこだわらずこの下の葉を残して中で、奥で切るようにしましょう。奥でこう、奥で切るようにしましょう。とりあえず切り戻しは先にやっていっちゃいましょう。切り戻しがある程度終わりましたら、次は枯れ枝の処理をします。このようにいらない枯れ枝、こういうものは元からきれいに切っていきましょう。はい、元からきれいに切ります。これも元からきれいに切りましょう。はい、あと細かい枯れ枝はきちっと、細かい枯れ枝もきちっと切っていきましょう。このようにね、どんどん切っていきましょう。そしたら最後に、この中のこういう枯れ葉がいっぱいありますので、このようにこれをきれいに上から落としていきます。揉んで落とします。上からやっていかないとゴミが下に落ちるんで、二重の手間になる。上から落として、ゴミを落としましょう。上からやっていけば、このように飾り上げます。このゴミを、枯れ葉を落とします。このようにきれいに落とします。これをきれいにします。
はい、剪定完了です。どうですか、仕上がりは。綺麗になったでしょ。ツンツンしたものが取れてます。綺麗に仕上がったと思います。以上で貝塚いぶきの剪定を終了します。皆さんもこんな感じでやってみてください。剪定方法は刈り込み剪定もありますが、仕上がりはこの方が自然風で綺麗に仕上がると思います。皆さんもやってみてください。以上です。